さあ始まりました。本日はリスクですね。リスクのチャート分析させていただこうかなと思います。現在時刻ですけども12月2日17時50分に YouTube 録画しております。はい、現在のリスクなんですけども、ちょっとかなりね面白い動きをしてまして、先ほどチャート分析ね実はしてたんですね。でその時が450円ぐらいだったんですかね。その後519円ぐらいまでコインチェックの方では上がってまして、まあ今、現在452円ぐらいですか、この価格で推移しております。ちょっと不安定な感じにもね見えるんですけども、今コインチェックの方ですね、こちら今画面ちょっと横に iPad を置いて見てるんですけども、購入売却がねちょっとできないような状況になってます。イーサリアムクラシックなどと同じような感じで、ちょっとボタンの方がですね押せないような感じになってます。リスク今480円までコインチェックの方で上がってますね。ちょっと原因など調べてみたんですけど、ちょっと詳しくね、載ってなかったので、まあ、この辺はちょっとコインチェックの方で購入売却ね、今なんでできないのかっていうのが気になる方はぜひね、お問い合わせしていただくといいと思います。まあ、価格の方もですね、先ほどちょっとね、幻のチャート分析になったんですけども、450円ぐらいで終わってました。でその後ちょっとライブなどもしてたんで、少し途中からね、また10分ぐらい、15分ぐらいしてから、またチャート分析改めてしてみたら、一気に上がってて、で先ほど500円ぐらい超えるとね、また次のステージに入るかもしれませんって言ったんですけども、今入ってますね。519円ぐらいまで上がったので、入ってるんですけども、チャートの形はあんまり良くないです。上髭が長い形で、まあ、ちょっとここのような形にも近いです。ただここは下のロウソク足ですね。この上髭の下のロウソク足がちょっと太いですよね。これが今は細いです。コインチェックで見ていただく方がはっきりわかるかと思うんですけども、ちょっとね、まあ、気になる方はぜひご覧になっていただければと思います。ただですね、チャートの見方を変えていきますと、結構強い形にも見えたりもします。これが面白いところですね。ちょっと詳しく、解説させていただきますと、これ、日足ですね。ちょっと、逆ですね。広げていくっていうのは、長いスパンで見ていくってことですね。週足で見るとまた面白いですよ。ちょっと週足で見ていきましょう。週足で見ると、かなり形がこう、なんか、なんていうんですか、カップイズハンドルのような形にも見えるし、ちょっと上がりそうなチャートに見えますよね。500円超えて、750円の方に向かっていきそうなチャートに見えます。これが面白いですね。逆に、ちょっと時間軸を短くしていきます。4時間。ここで見ると少しね、上がりきっているようにも見えますし、先ほど言ったように、この長い陰線、陰線じゃなくて、この上髭ですね。これが出てきているのが確認できると思います。ですので、チャートの軸をどこで見るかによって全然見方がね、違うと思います。ここで見ると少し天井感が出てきているような感じもね、短期的にですけども、ちょっといたしますので、ちょっと警戒はしておく方がいいかなと思います。先ほどの週足ですね。週足で見ると、まだまだなんか上がって、なだらかに上がっていけそうではないかなと思います。これ月足です。月足もまあ悪くないですね。この移動平均に沿って上がっていく上昇トレンドに入ったようにも見えます。ただそこが見方によって全然違うので、どこで見るかですね。ここが問題かもしれないですね。まあ日足で見てもちょっと上髭が長くてどんな感じなのかなとちょっと気になる方も多いかと思うんですけども、ここ仮にですね、でも上髭が長いあたり、ここを越えていったりするとまた面白い相場になるかなっていうふうにも思います。ただどちらにも動けそうなので警戒はしておくべきだと思います。まあ、下がる場合はおそらく400円ぐらいのところでサポートが効くと思います。それから420円ぐらいですね。この辺でもサポートが入りそうに思いますので、420円、それから400円ぐらいで、まあ、しっかりね、支えがあればまた500円の方に向かっていくチャンスは失われてないんじゃないかなと思います。まあ、その辺ですね。あとは先ほど言ったように購入売却ができない原因、要因をしっかり把握して、まあこれね、利確したいなと思う方も多いかもしれませんので、ちょっとその方は ぜひね、聞いてみた方がいいかもしれませんね。ただ時刻が今6時ぐらいですね、18時ぐらいなので、ちょっとこう、直接お電話とかでは確認ができないかもしれませんので、まあ、ちょっとメールでのお問い合わせになっちゃうのかなと思うんですけども、コインチェックなど対応してるかもしれませんので、ちょっと各取引所で対応違うかもしれませんので、その辺は自分がね、取り扱っている取引所、販売所で、ちょっと気になる方は、特にコインチェックの方は今購入売却できませんので、まあ、他のところではできるかもしれませんので、まあその方は聞く必要はね、全くないのかなと思うんですけども、購入したい、それから売却したいっていうコインチェックのユーザーの方は、ぜひカスタマーサービスを利用して聞いてみる方がいいと思います。
はい、ということで今日緊急にね、リスクのチャート分析を久しぶりにしてみたんですけども、今日はね、面白い相場で、これからもしかしたらね、リスクの大復活があるのかもしれません。ちょっとね、最近あまりにも動いてなかったので、ビットコインが今600万円です。それからリスク今500円。ということで、かなりね、私が始めた時、だいたいリスクが500円から2000円ぐらいまで上がりました。で、ビットコインはその時100万円から200万円ぐらいだったような記憶があるので、まあ、それから見てもね、かなり上昇のこの、パフォーマンスが全く違いますよね。片や上がっていったビットコイン。それからリスクの方は、先ほど言った2000円ぐらいから見ると、今、4分の1ぐらいになってしまったということなんで、まあ、全然動きが違いますので、ここからリスクのね、大逆襲があるのか、しっかりね、目に焼き付けていきたいなと思います。ということで、今回はリスクのチャート分析以上となります。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。